さん、こんにちは。こんにちは。オレンジ色の可愛いキャラクターが登場してくれたんですけど、お名前を教えてください。はい、水星の公式マスコットキャラクターのハキリンと言います。ハキリンって言うんですね。ハキリン、こんにちは。あ、お辞儀してくれた。ハキリン、とっても礼儀正しいですね。それでは、水星の公式マスコットキャラクター、ハキリンの紹介をお願いします。はい、今の季節、10月から11月にかけて、ちょうど今、旬を迎えている、冬柿、水星発祥の地です。冬柿は、甘柿の中でも、糖度が高く、一口噛むとシャキッとした、歯ごたえがあります。で、またあとジューシーな甘さが口いっぱいに広がる柿となっております。品種別の生産量はダントツの、日本、1位で、甘柿の王様と言われています。その冬柿をイメージして柿には誕生しました。柿にはこうした、さまざまなイベントに参加して水星を PR してくれています。はい、ありがとうございます。柿から生まれた柿林っていうんですね。頭の形もちょうど柿の形してますね。美味しそう、食べちゃおうかな。あ、ごめんごめん、冗談だよ。食べたりしませんよ。柿林が応援に駆けつけてくれた水星さんですが、今日は PR ブースを出展していただいてるんですよね。はい、水星ですね、後ろの方になるんですけども、同じような発表着たおじさんが今手を振ってるんですけど、あちらで水星ブース出しております。よかったら後で皆さんも、ご来場ください。カキリンのぬいぐるみやキーホルダーのほか、カキパスタも販売しておりますのでお願いいたします。カキパスタ、カキのパスタですか。はい、そうです。初めて聞きました。面白いですね。はい、柿パスタはですね、柿の、ペーストを練り込んだ平打ち麺タイプの、パスタになります。こちらが実物になるんですけども、1袋約2人前で、380円で販売しております。結構オレンジ色ですね、柿の色してます。はい、そうなんですよ。はい、でこちらがですね、実は岐阜農林高校の生徒さんが開発してくれました。多少傷がついたり、非常に出せない柿を何か有効利用できないかと、考えていただきまして、この柿パスタを商品として開発していただきました。食べ物を無駄にしないっていうことは SDGs ですね。はい、そうですね。水星は SDGs にも取り組んでおり、まさにこの柿パスタは持続可能の農業とも言えます。なるほど。高校生の皆さんが開発してくれた柿パスタですが、どんな味がするんですか？はい、私も実際食べたんですけど、ほんのり甘みがあってもつもつしてすごい美味しいです。で、私もこれ1日3食食べてるんですけど、すごい。はい、そうなんですよ。で、この柿パスタの方が、柿パスタオレンジなんですけど、最近では僕のうんちがオレンジ色になってきました。皆さん、ここちょっと笑うとこです。で、ぜひ、MC の方も食べてください。はい、ぜひ食べてみたいです。お願いします。で、またご来場の皆さん、先ほど、お伝えしました水星ブースでも柿パスタ販売しておりますので、ぜひお買い求めください。この他にも、柿農家の方が、柿ジャムを作ったりするなど、冬柿の産地ブランドを守りつつ、水星の、魅力発信につなげております。柿を使って魅力発信という元気いっぱいの水星ということですが、水星の PR ポイントを教えてください。はい、水星は、長良川と揖斐川に挟まれた水に恵まれた自然豊かな地域になっております。面積は約28キロ平方メートルと非常にコンパクトな町なんですけども、JR 東海道線や、国道21号線が、横断し、名古屋岐阜などの近郊都市へのアクセスも非常にいい、町となっております。そういったところから、生活にもとても便利な町となっております。最近の調査では、人口増加数が、岐阜県内1位で、平均年齢も 42.2 歳と、これも県内1位ということで、とっても若い町です。で、最近、民間調査会社が行った町の住み心地ランキングっていうのがあるんですけど、それだと、県内2位を獲得しました。すごいですね、2位ですか。はい、自然豊かで住みやすく元気な町なんですね。はい、JR 東
東海道線が走っているということなんですけども、江戸時代に整備された五街道の一つ中山道が通ってるってお聞きしたんですけど、はい、そうなんです。今おっしゃってもらった水越には中山道の明治塾という宿場があり、中山道に関する史跡の他にですね、地元で様々な祭りも行われております。水穂市の一番西の地区になるんですけど、六区という地区があります。でここで大河ドラマでもよく出てくる皇女和宮、ゆかりの地がありまして、そこが大津公園というところになります。でここは今ちょうど見頃なんですけども、紅葉がの名所とも知られてて、今来ていただいたら非常にいい紅葉が見れると思います。でまた来年4月なんですけど、令和4年の4月なんですけども、この中山道の地域ですね、カキリンの、カキリンですね、をモチーフにした大型遊具とかを備えた、大きな公園広場が完成します。ぜひ、お子様も来ていただいて、楽しい、公園になっておりますので、コロナの感染症対策をしてぜひお越しいただければと思います。カキリンの公園とっても楽しみです。歴史と自然、そして若さあふれる元気いっぱいの水穂市、皆さんもぜひ一度お越しください。ぜひ皆さん水穂市にお越しください。はい、ありがとうございました。水穂市の皆さんでした。ありがとうございました。たきりもありがとう。ありがとうございました。